2256回始めます。2月3日土曜日です。あーもうすっかりね、朝近くなってきたね。まだ明るくはなんないだろうけど、あと5件ぐらいあるのかな。いや今日なんか変、ニュースが妙にあってね。神戸新聞から、これ窃盗だね。うん、いやこれ窃盗するんだ。給湯器88台、あんまり聞かないね。給湯器88台、給湯器も盗めばこれお金になるんかね。88台200万円相当の被害。33歳男、最終装置ってなってるね。民家などから合計88台の給湯器を盗んだとして、兵庫県警相生署は1日1日、窃盗などの疑いで、33歳の男を最終装置し捜査を終えたと。起訴済み2件を含む計61件、約200万円相当の被害が裏付けられたと。調べに対して容疑を認めていると。当初によると、男は去年2月から9月の約7ヶ月間、同県相生市を中心に赤穂市、岡山県などの民家や空き家から、民家とか空き家からも盗んでんだ。給湯器88台を盗んだと。屋外の給湯器を工具で取り外す手口。屋外に給湯器ってそんなありますかね。屋外の給湯器ね、ちょっとピンとこないけど、屋外の給湯器を工具で取り外す手口で犯行を重ねていたと。相生署は、相生市内で給湯器を盗もうとしていた男を窃盗未遂容疑で逮捕し、余罪を調べていたと。去年10月ね、盗もうとしていた男を窃盗未遂容疑で逮捕し、まあ調べてたと。したら、ね、10月に捕まってるんだけど、2月から9月ぐらいの間、約7ヶ月間に88台、ね、空き家とか民家から、工具使って外すだけ。これ不思議なのが、給湯器ってこれネットとかで売れるんですか、これ。使い古しの中古の。ね、何でもお金、今ネットで売れちゃうのかな、給湯器とかも。わかんないけど、もう何でも家の外にあるものは盗まれるね。家の中でも盗まれるのかもしれないけど、本当に外にあるものはね、取れるものは取り外して、ね、ネットオークションやら何やらで売れるんだよね。さばける、換金できる世の中になっちゃってるんだよね。びっくりだね、給湯器盗むなんてね。しかも室外ね、ね、外にあるやつだから、民家とか空き家から。だからこの空き家だって、私もいろんなもの捨てたけど、結構金目のものってね、あるのかも分かんないね。私は随分捨てたよ、もうほんと勢いに任せて、金目のものまああった、確かに。はい、まあいいや、これぐらいでね、時間もないし。2256回終わりますね。給湯器88台盗んだやつがいたと。終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。